私だって嫌なんだ、本当は。めんどくさいからやってなかったけど、これもうシワ消したい。シワを消したい。消します。消すぞ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は5秒シリーズ、おでこのシワ改造計画話します。はい、話しますっていうか5秒シリーズなんです、これは。だけどね、このおでこのシワ見てください。私もお猿さんってよく言われました。お猿さんみたいって。これもうね、これは本当にね、結構コンプレックスです。だから割とこう前髪をね下げてるスタイル多いんですけど、私ね、常々ね、皆さんによくお伝えしてるんですけど、とにかくシワはメイクでは隠せない。隠しちゃダメ。いや、むしろメイクするな、みたいなことをよく言ってます。やればやるほど目立ってくるから。だからシワがある部分って本当にできるだけ薄くするようにしてます。メイクでおいてはですね、メイクっていう観点で言うと。じゃあ、はい、でもそうは言ってもこれ嫌じゃないですか。よくね、シワの相談もされます。やっぱりこれ私だって嫌なんだ、本当は。めんどくさいからやってなかったけど、これもうシワ消したいと思っていろいろ調べました。 YouTube とかももうね、いろいろ見た。なんか美容整体師さんの見たの。だけど大概言っているのは、ここの前頭筋だけやってもダメだから、これに張り付いてるここのなんとか筋、ちょっと忘れました。調べてここに載せるかな。ここの筋肉をここから上に上げなければいけないっていう話なんですよ。その時にね、大体みんなここの頭皮をマッサージするっていう話が多いんですよ。ここからここにね、つながってここもマッサージする。だから頭皮の、やっぱり頭皮ですね、頭皮で ここの前頭筋を引っ張り上げるっていうお話が基本的にはありました。だいたいその話なんですよ。だからここをマッサージして、ここの生え際のところをマッサージするっていうこと、あとここの保湿、おでこの保湿ですねっていう話がすごく多かったです。だけど一つ私はね、わ、これはちょっと気になるなって思ったものがあったんですよ。それがここの皮膚つまめますかっていう話だったんですよ。ここの皮膚、私全くつまめないの。ここ全然つまめません。それで側頭筋においては、実はここも全然つまめなかったんですけど、側頭筋で私はここを引き上げたいと思ってたんで、ここはね、昔から割とこうマッサージをちょっとしてたんですよ。1年ぐらい前からこうやってことあるごとにやってたから、ここは実はちょっと柔らかくなったんです。それで気づいてね、それを見てからこうやったら、ここはつまめるんですよ。なのでここってあんまやってなかったんですよね。なのでここもやっぱりマッサージを繰り返していれば、多分ここがつまめるようになるはず。でその方がおっしゃるには、要するにまずここの皮膚を寄せるようにして、こうやってね、こうやるとつまめないから、こう両サイドからこう引き寄せるようにしてやっていいって言うんですけど、こうやってやると、要するにこう癒着しているものを剥がして、皮膚を筋肉から剥がすみたいな、筋膜剥がすみたいな感じだと思うんですね、多分イメージとしては。それでここのマッサージをしないと意味がないっておっしゃってました。でこれは嘘か本当かわからないけれども、とにかくやってみる価値はあるなと思ったんです。だから実はそうね、3日ぐらい前からやってるの。3日前、まだ全然硬い、すごく硬い、本当に硬いんですよ。でやっぱり頭皮硬くなるのってストレスだったりとか疲れとか寝不足とか DNA っていうのもある、もちろんあると思いますけれども、ちょっと柔らかくしようじゃありませんか。ここを柔らかくして、私はここのシワを消したい。消します。消すぞ。みんなはさ、一緒にやろうじゃないか。まず皮膚をつまみます。つまむっていうか寄せてもいい、こうやってできない人は寄せる。1、2、3、4、5、もうこれで5秒だけど、プラスね、ここの生え際のところをこうやってマッサージで、ちょっとずつ上に上がって、こうマッサージ、くる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 
この時に頭皮を擦らないように頭皮を動かす感じですね、マッサージ。でもうちょっと上に上げて、でこう上に上げる。頭皮だけはことあるごとに1,2,3,4,5やろうじゃありませんか。やりましょうよ。消したいと思います。 YouTube の撮影ごとにこうちょっとおでこちょっと薄くなったかなっていう報告ができるようになったらいいなと思ってます。はい、経過を皆さんと一緒に確認していただけたら、あとどれぐらいつまめるようになったかっていうのも随時報告させていただきたいと思います。はい、一緒に皆さんおでこのシワ消していきませんか。一緒にやってくれる方募集してます。はい、私オンラインサロンもやっておりますので、ぜひこんなことやあんなことみんなと一緒にやりたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ではバイバーイ。チャンネル登録お願いします。